スティーブン・アヨデレ・マキンワは,は、ナイジェリア・ラゴス出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは、FW。初期2000年、地元の FC、エベデーから幼馴染みにして、同僚のオバフェミ・マルティンスと共に AC ・レッチャーナ1919へ加入し、マキンワは,は、同年に、セリエ D のコネリアーノ・カルチョに貸し出され、イタリアでのキャリアを始めた。2001年、 セリエ B のコモカルチョへ50%の共同保有で加入するも出場はなく2002年にセリエ C のレッチャーナに復帰しレギュラーとしてプレーした。ジェノアとローンコモは6月にレッチャーナから残り50%の保有権を買い取り2003年8月にジェノア CFC へ売却。2003から04シーズン前半はローンという形でそのままコモに在籍した。 2004年1月、モデナ FC に貸し出され、セリエ A デビューを果たし、2004から05シーズンに、セリエ B のジェノアへ復帰すると、前半で6得点を記録。また、同シーズンのチームには、ディエゴ・ミリートとロベルト・ステローネが在籍していた。アトランタとパレルも2005年1月、アタランタ BC に共同保有で加入し、チームは6月に、 残りの保有権を買い取ることを決定したものの27日に降格した。2005年7月、遺跡金750万ユーロで US ちっディ、パレルモへ移籍。パレルモでプレーしたのは、2005から06シーズンのみと、1シーズンだけだったが、UEFA カップ2005から063得点、リーグ戦23試合後得点を挙げ、チームを UEFA カップ出場圏内の5位入賞に、 貢献した。ラチオ2006年夏、330万ユーロの共同保有で SS ラチオへ移籍し、アタランタ時代に指導を受けたデリオロッシ監督と再会した。2007年6月、ラチオはさらに330万ユーロを支払い、保有権をすべて買い取り、この時に新たに5年契約を結んだ。2007から08シーズンは、 自身初の UEFA チャンピオンズリーグ出場になるも得点を上げることはできず、またチームはグループステージで敗退した。それから半年後、周囲を納得させるパフォーマンスを披露できなかったマキンワは降格の危機にあるレッジーナカルチョへ貸し出されたが、ここで得点を上げることができずにシーズンを終了した。2008から09シーズンはチーム残留が微妙な状態で開始し、 ちょうど4試合に途中出場した。ゴランパンデフ、マウロ・サラテ、トン・マー・ゾロッキ、シモー・ネインザーギと FW の序列で5番手になったため、2009年1月22日にシーズン終了までの期限で AC ・キエーボ・ベローナへ貸し出された。完全移籍のオプションがついていたが、キエーボ側は行使することなく2009から10シーズンにラツヨへ返却された。 2010年7月15日、シーズン終了までの期限で、ギリシャのアイル1964へ貸し出され、10試合1得点を記録して復帰。2011から12シーズンになると、エドアルドレア監督の構想から外れ、シーズン終了に伴い放出される予定と報じられた。2012年11月13日、レガプロプリマディビジオネのカルダレーゼカルチョと契約した。 2004年11月17日、1から2で敗れた南アフリカ戦でデビューし、さらに初得点を挙げた。アフリカネーションズカップ2006では、グループステージのセネガル戦と準々決勝のチュニジア戦に出場し、準決勝のコートジボワール戦で63分から途中出場するも、得点を挙げることはできず0から1で敗れた。3位決定戦で再び、 セネガルと対戦し1から0で勝利するも、出場はなかった。アフリカネーションズカップ2008にも出場したが、ここでも優勝することはできなかった。ありがとうございます。